quartier Maeda du village d'Itate, où se trouve toujours le stockage temporaire des terres irradiées. Il se situe à 43 km de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi de TEPCO. Nous sommes venus rendre visite à M. Kenichi Hasegawa, conseiller municipal au moment du désastre, et Mme Muto Ruiko, habitante de la ville de Miharu dans la préfecture de Fukushima. M. Hasegawa est retourné habiter à Itate et cultive le sarrasin en organisant le redressement agricole de la région. Nous avons demandé à M. Hasegawa ce qu'il pense des Jeux Olympiques du redressement. Le long de la route préfectorale 12, la route centrale d'Itate, on mesure environ 2,14 millions de becquerels de césium radioactif par mètre carré. Il y a actuellement 1408 personnes qui habitent à Itate, soit 26% de la population. Mais pour M. Hasegawa, ces chiffres sont trompeurs. その数字だけが一人歩きするわけだ、ね、現実は違うのよ。戻ったように申請をして本宅はもう福島、飯舘のうちはセカンドハウス、あの飯舘に来て一日過ごしたりしてね、夜はあっち行くんだから、そういう家庭が非常に多い。あとはその引き込み、若い人たち全部タダだよ、もう昼食費も授業料も何もかかねえんだよって、制服も全部タダだよってやってるわけだから、多少のリスクがあっても飯舘に来て、そして子供を預けて自分たちは仕事に行っちゃう。 Sur les 56 familles de Maeda, 23 sont revenues. Parmi elles, certaines ont quitté le village à nouveau. 戻っては来た、ところがやっぱ体を悪くしたとかいろいろ動けなくなったとかでまだ行く、今度は子どもたちのもとに行くと、結局はまた人口は減ってくるということなんですね。やっぱり若い人がいないということはやっぱり発展はねえわな。ぜひ飯舘村こういう素晴らしい学校教育をやってんだからぜひ行ってください。ところが子供たち、だからといって家に入ったとしても運動はできないわけだから、やっぱ外はには若干はやんだろうけども、部活とかそういうのは全然できないから、今あるのはスイーツ一つ、バドミントン、それ室内でもできるから、あとはない。Le parc de sport d'Itate a récemment été rénové pour 2,3 milliards de yens.あれは板根の子どもたちはあまり使ってない、よそのサッカーチームとかそういう人たちが、あとはその辺の試合とかに来て使用料がすごく安いんだ、そういう子どもたちが来て使っている。あ、富岡とかもそうだね、富岡の運動、やっぱり道の駅とかもものすごくお金かけて作ったけど、 その後どうなんですか。赤字続きで、そんな前から分かってたことだから、毎年3000万ずつ
増資、どこが増資する村が村が、うん、赤字の補填っていうとみんなに何やってんだって言われるから増資にもかかわらずまだあの後ろにあのちっちゃな公園だとか作ろうと今作っているかな、そこに3000万のブロンズのベンチを置くんだとかってそういうのわけわかんねえ。これだいたい議員だって10人いるうち1人だか2人くらいしか戻ってないんだから、あとはみんな外だから、外にいてこれからの飯舘村をどうしようなって考えっかっていうの、全てのものをやっぱり原発は奪ったな、もう全てのもの、だって俺らだって今だってもう山にも入れないわけです。子供たちがいてよ、で子供たちと一緒に、まあ、孫たちと山にも行ってな、そんで山のものを取ったりよ、いろいろ教えたり、それがやって当たり前だったのよ、まあ、そんなこと何にもできないわけだから、だって子供たちいないわけだからな。もうだとしてもね、そんな山に入れるんないと、そう生産されてもらうの食えにしな。だから今だってルイコさんあたりもの裏の裏あたりで多分言われてると思う、まだこんなことやってんのかって俺らって言われたんだから、まだこんなことやってんのかというのはみんな忘れてんだよ。もう福島は復興したと思ってんだよ、忘れたいっていうね思いもあってしね。そうだからまあオリンピックでは邪魔なんだから我々は、被害者っていうのは被災者は